さあ今回はセバスチャンのトラウマ世界というか克服するためにセオドアのあれか、そう、両立ということで、でなんか普通に歩いてたら普通に敵がいる、もういるもん、そこに右の方、もうちょ右、もうちょ右、もうちょ右、あ、ほんまや、そこや。はいはい、こんにちは、リッテンです。はい、ネルです。あそこにもいるよ。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。あたりは血まみれの沼が広がり、アイテムを収集しながら北方向にあるリリーの部屋らしきところへ向かうらしいです。投げないでって。もう大変っしょ。てかこのハンドガンさ、片手持ちになってるのか。そうそうそう。おー、びっくりした。セリフ、あ、セリフ、セリフ、スーツモード持ってる。そしてこいつはあれですわ、強化で、あー、投げてくれよ。はい、投げないで、攻撃から増えやった。それはハンドガンの方、使おう。少し大丈夫かな。大丈夫だね。マジっすか。随分といかついやつがいるけど、あそこ絶対弱点だろ、うん、グラットンです。スニーク機能ができるっぽいよ。弱点体質。あ、やばい。あー、あースニーク機能知らんの。逃げて爆破するんだと思う。それしないの。するんじゃない。しないね。あれ、もっとでかくなるのかこれ、こいつ。あ、グラットンを攻撃するたびに体格がどんどん膨らむ、そして爆発して死ぬ。ナイス。超えられましたな。まず一番歓喜の羽織プレイ。まず一番やっちゃってもいいかな。はい、はい、やあ、あ、セーフじゃない。ビンがあります。ビンって素晴らしい。これだけじゃん。 あそこ目の前に扉あるでしょ、白い四角正面正面。 あれ あれか。多分バレた。すぐ物陰に隠れる。さあ帰ってきました。いけー、ナイス。一体はめちゃくちゃ遠い。いやすごいな、ここまでちゃんとスニークしまくるのも俺にはできないよ。前作のマンションぐらいしか役に立ってなかったから。いやマジあそこはマジで俺が逆に無理すぎて死んでたからね。俺は結構やったけどもうあれ二度とやりたくないな。あ、いけるもんですね。オッケー、グラブ、うん、ゲットだぜ。はい、ビガー。怖いよ。アイテムないのかね。扉だけ立ってるけどさ。あ、勝手に電気が。え、扉スルーしていい。あ、いいんだね。いいんだね。まああの扉おかしいもんな。立ってるだけだから。バカでしょ。ファイル。ママは諦めなかった。パパとは違う。反抗期ですもん。反抗期ですよ。ママは教えよう。そりゃそうだよ。構ってあげないから反抗期になるんだな。そうね、そうね。リリーは生きてるって言って、あのそうだよ、一応言ってたからね。そうじゃない。そりゃこうもなるわ。あなたはしくじり、セオドア。セ
聞くことを拒む二人とも失った。そして自分さえ見失った。分かったような口を聞くな。マイラは知っていたのです。はい、願いを叶えるに罰ゲームになるけど、ものすごく耐えてくる。組織に入るしかない。こんなに？はい、はい、ということでセーブが入りました。セオドラノール役そのぬ2でございますね。ここはまた敵はしょ、ひどいところ。また始まったところからずっとまっすぐ行くと目的地なんだけど、まあ、敵はもちろんいますし、アイテムもいっぱい置いてあるということで。でね、アイテムね、取った方がいいものがね、1個ね、あるんだよ。メガミド。いや、違うんですよ。ポチです。ポチか。クロスボウです。クロスボウ？クロスボウのポチ。おっ、なんで？今見てたよね、君。こいつ、頭が悪すぎるところじゃない。目が悪いな。ナイス。ナイス。これなかったらダメだったの。あ、ちょっと待って。あー、やばいやばい、よそこと逃げろ逃げろ。おー、危ねえ。いいよ、死ぬよりかはマシっていう気持ちでショットガン。いいよ、いいよ。死んだ。本当にみんな死んだ。はい、ナイス。振り返るの遅い。大丈夫。あ、ちょ、お、あ、ちょ、お、ちょ、ちょ、ちょ、振り返ると思うな。こっち戻る、戻ると思う。多分見つけてこっちまで来てるから。ちょ、どういうこと？ちょ、これ。バレてるんだ、それ。いや、それは、だよね。そうはなるよね。それもバグなのかしら。すごかったね、今。こいつら。さっきからさ、明らかに目と目合ってるの。目と目合ってて気づかないふりしてくれるっていう。おいしい、よし、ナイス。それポーチじゃね。バックパックを発見。レベル1だ。おめでとう、クルスボーのポーチマックス。出てきただけだから。今からでも遅くないぐらい後ろ行ける。おはようね。ふぃー、ナイス。4速4速ナイスナイス。あと2発ぐらい当てれるわ。ナイス。死んだか。いや、生きてる。いや、死んだ。オッケー。 あれ、それ回復じゃん。バレてる。ナイス。Thank you。 ここも、おぉ、ぶねぇ。くしょ、ここはもう倒した方がいいね。なんか、機敏になった。見ましたね。いっちゃえ。多分、大丈夫でしょ、ポーチ取ったし。うん、一番取らないといけないポーチはね、2つも取ったんだと。俺、なんだかんだ言って、あっさり来たな。だって1回しか死んでない。お前1回、いや、2回くらい死んでない。なんか、ボンミスで。最初はなんだ、わかんない。斧で死んでる。1個、1個、1個、1個手前のところ、こっちの方に来てからは死んでないけど。あ、2回が、投げ斧と、振りミス。しかもそれ序盤だけ。あんなことがあってなお再会を望みますか。悪夢だぞ、難易度。悪夢とはいえ、敵の監視能力はうんこって。監視能力だけイージーなんだよ。では行きます。いや、まあ、あ、セオドーだ。セオドーか。セオドーのとこなのか。リリーだった。本当にリリー先輩襲来。リリー、わっ、そんな、リリー、会えましたね、大事な娘さんに。
望んでいたことでしょう。パパ、パパのせいよ。助けてくれなかったから。違う、そうじゃない。助けようとした、助けたかった。よせ、やめろ、やめろ。あなたは過去の過ちを繰り返す運命なのです。協力しない限り。協力するならあなたの望みを叶えましょう。マイラからリリーを奪うのです。私がコアの力を手にすれば、あなたは真に自由になれるでしょう。断る。銃で私は止められません。まだわからないのですか。なんで撃った、セバスチャン。どうして。違う。ほら、しっかりしな。退却だ。借りを返すんだろ。セバスチャン、どうしたの？大丈夫？働きすぎなのよ。あなたぼーっとしてるわ。マイラ、エズメラルダ、どこに？うちに帰ってきたのか？どうやって。そんなバカな。開かないよ。家なのに開かないもん。そこにね、左それ奇妙なシンボル。何これ。これね、あれですよ。あのオブリビオンとかスカイリムとかのゲームのやつ。仕事にばかりかまけてた。妄想だと決めつけず、信じていれば。最愛のセバスチャンへ。フルボイス。あなたがこの手紙を読んでいるということは、事態は最悪の結末を迎えたのでしょう。それはつまり、私が真相に近づきすぎたということ。そしてあなたには二度と会えないかもしれない。あなたに隠し続けてきたことを許して。でもそれはあなたを守るため。事件の真相から、私の狂気から。私が調べた捜査ファイルのコピーを同封したわ。これがあなたの手に届くことがないように願っている。でももしそうなった時には、あなたに全てを託すわ。お願い、なすべきことを行って、リリーのために、そして私のために。あなたを心から愛している、マイラ。過去の自分に後悔してるだろうな、随分。信じてあげればよかったと。ごめんなさい、セバスチャン。あなたはよく耐えたわ。
ずっと一人で。俺のせいだ。知らせてくれたのに信じなかった。今度は混乱して幻覚に話しかけてる。失望したの。リリーを火事から救えず家族を失った。それは違うわセバスチャン。リリーは火事で死んだりしてない。もう分かってるでしょ。だが守れなかった。仕方ないわ。メビウスは自然の脅威に似てる。あなたは今地震を自分のせいにしてるようなもの。あなたのせいじゃない。自分を責めるのはもうやめてちょうだい。あなたはいい人よセバスチャン。だから結婚したんだもの。今度こそリリーを救えるわ。たくさんの困難が待ってるわ。戦い続けるのよ。過去に負けないで。あなたを許す。リリーも許すはず。でも一番大事なのはあなたが自分を許すこと。自分を許す。マクシー、その通りだ。マイラはいつだって正しかった。まあ正直な話、セバスチャンもね、あんなことがあってからじゃねえ。でも俺が何をした、罪を犯したのは奴らだ。正常で保てはしない、ね、俺から全てを奪った。ワンのことを思うと全ては奴らが始めたことだが、俺が全てを終わらせて、すごい優秀な方でした。邪魔する奴は容赦しない。マイラ君はすごいな。本当に何でもできる。メビウスに潜入できたのも頷ける。一度決めたらユキコ最後までやり通す。ユキコ俺とは違う。ユキコってあいつやん。あいつあいつここはユキコ、俺はどうやってここに。彼女が連れてきてくれたの。ごめんなさいセバスチャン、助けようとしたんだけど。いや、俺が撃ったせいだ。銃創は深くなかった。化け物との戦いで致命傷を負ったのよ。クソ、こんな最後はふさわしくない。いい兵士だったのに。リリーを救おうとしてくれた。俺のせいだ。俺はまた。違うわ。自分を責めないで。それが狙いなのよ。そうだな。あの野郎、罪悪感を植え付けてくる。
だが罪を犯したのは俺じゃない。報いを受けるのは奴の方だ。これで本当にそうかなってお前どこからでも来るなって終わらせてやる。さあということでセオダーをね、見つけよう。しばきに行きます。見つけたわ。オニールのマシンを壊したのが効いたみたい、うん、もう隠れようがない。問題はたどり着けるかどうか。どういうことだ。屋外の監視カメラで見つけたんだけど、これを見て。ユニオン中央にセオダーの砦が現れたの。ユニオンの中央にセオダーの砦ができた。囲まれているのよ。くそ、通れそうにないな。なんとかなるかもしれない。オニールの作業室が役に立ちそうな装置を見つけたの。見て見て、朝ストラフ。見せてくれ。やった、玉だけあるぞ。ほら、少し手を加えないと。エズメラルダの最後の思いだよ。その付近にコーヒーもホテルがあったはずだ。安全を確かめてから。このゲームさ、あれだよね。アイテムの強調がひどいよね。そうだね。ムービーというか、まあ、ムービーみたいなものなのに。ユキコ。ということで、チャプター13です。早いです。一旦止めます。止めますか。ということで、今回のチャプターはね。はい、なんかいや、もうなんかちょっとボーナスゲームだったんじゃないかってぐらい、ただのステルスゲーだったの、ずっと。そうね。弾はまあ犬にショットガン使ったけど、あれはまあ、あのほら、そうだね、1個前のオニール戦の分でチャラということで。そうそうそう。ほぼほぼチャラ。あれはショットガン使ってないと死ぬからね、普通に。ということで、また次回。はい、お疲れ様でした。多分子供も続く。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。